1971年のヤクルトアトムズでは、1971年のヤクルトアトムズの動向をまとめる。この年のヤクルトアトムズは、三原治監督の1年目のシーズンである。前年の惨敗から巻き返しを図るチームは、松園オーナーが前年まで近鉄の監督だった三原治を新監督に、三原の娘婿でもある中西太志をヘッドコーチに招聘して、 チーム再建に着手。またユニフォームもそれまでの赤と青主体から黒とオレンジに変更され、巨人風のスタイルに変更された。投手陣では、エース松岡博士と浅野啓治に加え、二刀流の富山義明、さらに石岡安蔵などが活躍。打線もルーキーの若松務が、三原監督や中西ヘッドコーチの指導もあって、規定打席不足ながら3割を打ち、 後半戦からはレギュラーに定着した。この他にも4番のデイブ・ロバーツ、前年盗塁王の東条文広なども活躍した。チームは前半戦を主力巨人から11.5ゲーム差の2位で折り返したが、後半戦以降は負けが混んで最後は息切れ。結局2年連続の再開で終わったものの前年より、借金を大きく減らしたことで選手に自信がつき、 翌年からの2年連続4位につながった。シーズン中の主な出来事としては5月12日に荒巻敦志投手コーチが観光編で死去。8日後の5月20日には相田照夫が広野伊佐に代打逆転満塁さよなら本塁打を被弾。さらに5月25日にはエース浅野が長島茂雄に2000本安打を献上。投手陣は 前年の3.78から3.03へと、防御率が改善されたほか、打撃陣は、ロバーツ、若松の活躍もあり、チーム打率がリーグ2位の234となったが、本塁打は94本でリーグ4位に終わった。この年は12名指名し10名入団、入団しなかった3位の尾崎武雄は、実刑、尾崎正史同様、プロゴルファーとなる。ありがとうございます。